シクレは2011年に結成された日本のレースクイーンユニットである。主にスーパー GT を中心に活動する複数のモータースポーツチームのレースクイーンがユニット名を関して活動していたが、2021年現在は1チームのみが関している。レースクイーンとして活躍したガールズスーパーアバイザー。 南香織がプロデュースする新しいタイプの R 級ユニットとして2011年3月に結成。自動車メーカーやワークスの枠を超えてモータースポーツ界全体を盛り上げていきたいという思いからこのユニットが誕生した。ユニット名のシュクレはフランス語で砂糖を意味しており甘くて綺麗で可愛い印象を持つ美女10人が異なる3組のレーシングチームの RQ を務める構成となっていた。また各チームのコントローラーに元 RQ も参加する等の試みも見られた。本ユニットのお披露目イベントは当初3月19日を予定していたが、前週の3月11日に発生した東日本大震災の影響により4月17日に延期された。なお、本ユニットはこの震災による義援金プロジェクトセーブジャパンにも賛同していた。 本ユニットが登場したことで、スーパー GT イメージガールは一時的に廃止状態にあったが、2013年と2014年に IA ガールスターズが活動していた。しかし IA ガールスターズ登場以降は徐々に縮小傾向となり、現在はゲーナーのみがクレを冠して活動している。渡辺萌えより子2011年のスーパー GT500 クラス、レクサスチームサードのレースクイーンチーム、 2010年暮れにトータルベネフィットの公式サイトでメンバー募集が行われ、募集時には新パチグラユニットとしてレースのみならず、関東、関西のパチンコホールイベントにも出演できるとされていた。コスチュームの色は青と白を基調としており、南香織はクールに見えがちなので、そこに可愛らしさをプラスしたかったと述べている。2011年のスーパー GT500 クラス。 チーム、エスロードモラシュクレの、レースクイーンチーム。コスチュームは、黒と銀色を基調としているが、そこに赤を加えることにより、かっこよさの中にも可愛らしさが見えるように工夫したと、南が述べている。コントローラーは2009年と2010年に、スバルレガシー B4 ギャルズを務めた、稲本優生が務めていた。2011年から3年連続でゲーナーシュクレの、 RQ を務めた、フチワキ・レいジムゲーナーは、シュクレ発足以前から、チームのレースクイーンを派遣しており、2008年の、スーパー GT では先日の桃原が、ジムゲーナーのレースクイーンを務めていた。コスチュームの色は、赤と白を基調としているが、シュクレ全体のスポーティーなコンセプトを統一するため、そこの折り合いをつけるのに苦労したと南が述べている。 この年から前年までのジムを外し、ゲーナーに社名を呼びチーム名を変更している。平中勝幸ニューイヤーパーティーの会場となったジャスマックプラザホテル3年ぶりとなるスーパー GT イメージガールユニット IA ガールスターズが登場したことやサードやモラがシュクレを監しなかったこともあり、この年から現在に至るまでゲーナーのみがシュクレを監して活動している。青谷磯川地方、 その後2015年以降は GT 公式のイメージガールが存在していない。4名体制の2チームについてオートポリスへは2名ずつ参加。ただしシクレのホームページではモチュールオーテック、サーキットレディア、ディーステーションフレッシュエンジェルズと共に紹介されていた。2012年と2014年の平中克幸ニューイヤーパーティーでは桃原が ジムゲーナー時代のコスチューム姿で登壇している。2016年は1月22日から24日に札幌モーターショーが開催されたことも関係している。この結果、青井彩香が昭和生まれとしては最後の宿礼メンバーとなった。メンバー、白石真奈美、柴崎マナ、宮城理恵、青井エリ香同期には富士スピードウェイのイメージがあるクレインズ2018年度メンバーの藤間鈴がいる。 ありがとうございます。